ゆっくり解説、倫理。今日はハイデッガーを解説するぜー。ハイデッガーは存在論を考えた哲学者だ。ねえ、写真はないの？調べたけどパブリックドメインは見つからなかった。亡くなった時代が近づくにつれて写真なしは増えていくかもな。1976年に亡くなってるのね。残念ながら5月26日に亡くなっているので、同じ年の秋から連載が始まったこち亀は読めなかった。読めなかったのね。残念ね。そんなハイデッガーを解説していこう。ハイデッガーは1889年に生まれ1976年に没した。ハイデッガーの生まれた年はエッフェル塔ができた年で、同い年にはちょびひげとイトゲンシュタインがいる。日本だと大日本帝国憲法が発布された年で、石原莞爾や木戸幸一が同い年だ。実用家は多くてブリヂストンの石橋正二郎、西部の堤康次郎や荒関の山下太郎も同い年だ。ハイデッガーはメスキルヒという小村に生まれた。父は聖マルティン教会で管理人をしており、ハイデッガーの名前はここに由来しているぜ。両親はカトリックで子供の頃は父の働く教会の掃除を手伝ったりするなどして過ごしたぜ。ドイツだけどプロテスタントじゃないのね。ハイデッガーの生まれた南ドイツやオーストリアはカトリックが優勢だったんだ。あまり裕福な家庭ではなかったので大学に行くのではなくイエズス会の新学校に入学する。ギムナジウムから大学のいつものコースじゃないのね。ハイデッガーは優秀だったから奨学金をもらって大学に進むんだぜ。フライブルク大学進学部へ進み、哲学部に転部した。当時の思想の流れとして、科学万能の時代背景から自然科学を絶対視する機械論的唯物論が勃興していた。思想や精神も脳の所産に過ぎないといった感じだ。それに対して合理的な認識だけでは把握できないものがあるとしたのが、性の哲学。そうだ。ショーペンハワーやニーチェ、フランスならベルクソンはこのチャンネルで取り上げたな。ハイデッガーの頃のドイツならビルタイが挙げられる。ビルタイさんちょいちょい出てくるわね。この性の哲学の他に神カント派がいる。特にハイデッガーの住んでいた西南ドイツは神カント派の西南学派と呼ばれる人々がいた。彼らは自然科学と社会科学には方法の相違があるとした。自然科学は法則定律的であり普遍化的であるが、社会科学は個性記述的であり個性化的であるとした。どういうこと？社会科学は一回限りの現象の個性や価値を把握するんだ。科学の再現性とは違うわね。ハイデッガーはこの西南学派のリッケルトの下で学び学位論文を提出するんだ。リッケルトはヤスパースと喧嘩した人ね。この論文提出と前後して第一次世界大戦が勃発する。ハイデッガーは志願兵として登録するも心臓発作のため登録免除となった。翌年から動員され郵便観察業務を行ったぜ。業務の合間を縫って1915年に教授資格論文を提出した。この論文では論理学の真理主義を徹底的に批判したぜ。それってフッサールのところでやったわね。そのフッサールがリッケルトの後任としてフライブルク大学へやってくるんだ。君と私で現象学来た。フッサールの現象学を学びハイデッガーは現象学的方法で哲学を深めていくことになる。フッサールの元を離れマールブルク大学教授の時に書いたのが存在と時間だ。冒頭でも話したがハイデッガーは存在について思索を深めた。存在？パルメニデスが最初に存在とは何か？という問いを発した。感覚で捉える万物流転するこの世界は億劫で、理性によってのみ真実在を認識できるとした。プラトンはイデアが真実在であるとし、イデア界と現象界を説いた。アリストテレスはイデア界を否定し、現実の個物に存在はあるとした。ヨーロッパ哲学の本流ね。この本流は近代で認識論に移り変わり、カントが理性じゃ答え出ないでしょってな感じになったわけだ。それにハイデッガーは異を唱えたってことなのね。異を唱えたというと違うかもしれない。存在への問いの答えの違いから考えよう。例えばなぜ水はここにあるの？と質問した時に、蛇口をひねったからここにある。飲むためにここにある。因果と意味で違うわけだ。蛇口の方の答え方だと究極的には神が万物を創造したみたいな話になる。世界観とか形而上学的な話になるのね。水という存在とは何か客観的に答えを出そうとしているんだ。今までこのチャンネルで解説してきたことね。ところが意味の場合は、存在とは何か？を問うてる人にとっての意味となる。なぜコップがここにあるんだろう？私が水を飲むためだ。というような感じだ。すると世界の説明というのは成り立ちではなく、存在を問う人にとってどういう世界なのかという問題になってくるんだ。主観的ね。さてハイデッガーは存在というのは二つあるとしたぜ。単に存在するもの。水とかコップとかね。存在とは何か？という問いを発することができるもの。つまり人間のことだ。そして問いを発することのできる存在を現存在という。じゃあ現存在イコール人間ってことね。そうだな。
そしてこの現存在について試作を重ねているので、実存主義の仲間と考えられるんだ。ハイデッガーはあくまでも存在論を試作してるんだがな。存在に話を戻すと、釣り竿や水、蛇口など単なるものはそれが何であるか初めから決まっているが、人間は存在と関わり、自分の存在の仕方を決めることができる。ハイデッガーはこの考えからあえて人間と言わずに現存在という言葉を使ってるんだ。人間は家とか本とかと同じそれを表す記号ってことね。そんな現存在は世界内存在として存在している。どういうこと？客観的な世界があってその世界の座標に存在しているわけではない。存在とは何か？と問うわけだから、自分を含めて様々なものがそこに存在しているということを理解している。例えば釣り竿は釣りをするための道具だ。釣り糸やルアーは釣り竿につける道具だ。このように関連付けられるわけだが、自然も独立した存在ではない。海は釣りをするために存在するし、魚は釣られるために存在する。このように単なるものという存在は道具的に理解されて、それが互いに連関し合って全体像を作るんだ。こんな感じで現存在を中心に世界は広がっているがそれだけではないんだ。現存在は誰？という問いをすると答えはどうなるだろう？現存在って自分のことでしょ？私という答えになるんだがそれだけだと足りないんだ。足りない？私というのは他者と区分するためにあるものなんだ。ハイデッガーは自己を分類する。それが本来的自己と非本来的自己だ。非本来的自己というのは本来の自己を見失ったことを言うぜ。例えばさっきの釣り竿や魚、海に至るまで道具だったが、道具は他人にとっても道具なんだ。釣り竿は他人が見ても釣る道具なのは変わりないんだ。道具を道具として見出しているのは私も他人も変わらない。世界というのは自分と他人の共同世界と捉えられるんだ。他人はこの世界の中に私と共に現に存在するんだ。ショーペンハワーとかニーチェの石の世界とはちょっと違うのね。そうだな。主観客観ではなく、あくまでも存在という切り口から展開していることがポイントだな。すると大衆社会の問題も彼らとは別の見方ができるようになる。さっきの釣り竿は自分で存在を問うて釣るための道具だとしているのか？それとも他人が釣るための道具としているのを受け入れているのか？霊夢は釣り竿が釣るための道具だっていうのはどうやって知った？漫画かな？実物なら釣り具屋さんに置いてあるからそれでもわかるわね。つまり自分で存在を問うて、自分で決定したわけではなく、他人が決めたものに従っていると言えるわけだ。共同の世界に没入して知らぬ間に他人の支配を受け自分自身を失っているんだ。この他人っていうのは特定の誰かではないのはわかるよな。不特定多数の人がいろんな存在を規定して私に押し付けてくる。この不特定多数をハイデッガーは人と呼んだ。テストに出る用語なら世人、ダスマンとも言ったりするぜ。人の代表例はマスコミだな。これは常識でしょみたいに人が言ってるのもそうよね。ハイデッガーは大衆社会を存在という切り口から把握したと言えるな。さて存在を問うことは釣り竿を例に話したが、自分の存在はどうだろう。霊夢は自分の存在を問うたことはあるか？この流れではないというのが正解でしょうね。私の名前は自分で決めたわけじゃないし、なんで饅頭なのかわからないし。なぜか解説したり茶番したりというキャラ付けにされてるしな。これらは自分自身の存在を問うて自分を作ったのではなく、道具的に連関した世界から自分を把握して理解しているんだ。自分じゃない自分みたいな感じ。自己を見失っているという状態だな。人に従い自分を見失っている状態を非本来的自己と言うんだ。この状態をハイデッガーは退落と呼んだぜ。ここでの退落とは道徳的ではないという意味ではないし、自己を失ってると言っても別の存在になっているわけでもない。現存在は非本来的だろうが本来的だろうが私なのは変わらない。あくまでも存在で考えてるってことね。さて他人が決めたものを受け入れているというが、それが全くの間違いだと知ったらどうだろう。ハイデッガーの説く世界は客観的なものではない。存在が自分にとってどういう道具であるか連関して世界が広がってるわけだが、それが違いますよなんて突きつけられたら、世界がなくなっちゃう。そうだ。これが不安だ。非本来的自己の世界っていうのは日常の慣れ親しんだ世界なんだ。そこから引き離されるわけだから世界はくつろげる場所でなくなり不気味さを感じる場所になる。だがこの不安こそ人から現存在を引き離して単独化させるものなんだ。こうして初めて自分自身の存在を問うて自分とは何か？自分を選ぶ自由を得ることができるんだ。本来的自己になるってわけね。じゃあ霊夢。釣り竿はなぜそれが釣り竿だとわかる？持つところと糸と理由があればいいんじゃない？そうだな。釣り竿の全体像がわかれば答えは出るよな。じゃあ、自分自身の全体像とは何だろう？つま先から頭のてっぺんまでってこと？そうだな。じゃあ時間軸だとどうだ？生まれてから死ぬまでってこと？そうだ。
駄菓子を知ることはできない。なぜなら経験した瞬間、現存在は消滅するからだ。そして釣りのような行動は日常で他の人に代わってもらえるが、自分の死は自分にしかできない。でも経験したら死んじゃうんでしょ。ということで現存在は自分の全体像を知ることはできない。人からいずれ訪れる死を聞かされても、それは今の自分のことではないと考えることで不安から逃れるんだ。快楽ね。なので本来的自己になるには遠くにあるものとして死を忘却するのではなく、将来の死の可能性へと先駆けて、死と向き合うんだ。そうすればオリジナルの自己の存在に目覚めることができるんだ。ちょっと難しく言ったが、自分が死ぬと本気で考えたら今してることの大半をやめて優先することがあるだろう。それこそ本当の自分じゃないか？存在と時間は大反響だったぜ。存在を明らかにしようとしたハイデッガーの意図が、図らずも現代文明批評となっていたことも一因だろう。大衆社会ね。さてこの存在と時間は第一部で続刊を構想していたんだ。その名も時間と存在だ。反対になってるのね。結局、その後続刊を出すことはなかったんだが、反対という点ではハイデッガーの行動もここから反対になる。どういうこと？それまでは哲学者として思索を深めることと執筆が中心だったが、思索の世界から飛び出し、現実の世界、政治的な発言も多くなってくるんだ。1930年代、ドイツ、政治的発言。1933年に大学総長に就任した際はドイツ大学の自己主張という講演を行った。危機に瀕したドイツ民族の運命に参与し学生たちに勤労、防衛、学術という三つの民族への奉仕を説いた。全体主義ね。講演した年の1月にヒトラーが首相になっているからナチスの同調者なのは明らかだったんだ。だがこのような現実への働きかけはすぐ終わり、大学総長も翌年には辞してしまう。1936年の講演の内容がヒトラー・ユーゲントに非難され監視対象となってしまうんだ。ナチスの思想とは違ったのね。フッサールやヤスパースと違い家から出られないということはなかったので、大学で講義をしつつ過ごすんだ。大戦末期の1944年、55歳のハイデッガーは国民突撃隊に召集された。そして敗戦を迎えるんだ。敗戦後フランス占領当局によって非ナチ化を行う巡回委員会の査問を受けた。巡回委員会はハイデッガーの教職活動剥奪と年金減額をフランス軍政当局に提案することになる。その後はひたすら反省の態度を示しコンラート、グレーバー大司教など様々な人の尽力により、1949年3月、フランス軍政局はハイデッガーとナチスとの関係について、服従することなき同行者とし制裁には及ばずと裁定された。2ヶ月後、フライブルク大学はハイデッガーを名誉教授として復権させ教職活動の再開を可決したんだ。とはいえじゃあそれで全部終わり、なわけはなく、多くの人から非難された。だが非難に一言も弁解せず、存在への施策を続けた。そして1976年86歳で亡くなるんだ。ハイデッガーの解説は以上だ。最後までご視聴ありがとうございました。こち亀が始まった年に生まれた方はチャンネル登録お願いします。人の求めるキャラを演じてるダスマンはいいねやコメントしてくれると嬉しいぜ。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。